えーとではですね、えー、LMM チャット g p の現状理解と2023年10月版の LMM 情報アップデートということで、えーと、トークさせていただきます。で、えー、とそうですね、えー、LMM 情報アップデートをお話しさせていただきますが、えー、と今回の,、まああのトークの内容としては、主に4つ、えー、とご用意しております。でこの4つですね、えーと、最初です、オープンインタープリターという えっと、ツールがですね、えっ、ー、とあ、出てきまして、えー、と、まあ、それについてちょっと、あの、説明したいというのが一つ目です。で、次にですね、えっ、ー、と、あの、こちらの次、GTP4 の関連になるんですけども、えっ、ー、と、GTP4 の w i h Vision という、あの、えっ、ー、と、画像解析の機能が新規、えっ、ー、と、追加されましたので、 えっと、その、これについてのお話をさせていただければと思います。で、えっ、ー、と、次がですね、えっ、ー、と、関連の中でもバイオ関連と、バイオ画像で、この GTP4V を使ったときに、どのようなあの結果が出るのかというので、いくつか実行例、えっ、ー、と、お示しできればと思っております。え、あとですね、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、d a l i 3っていう新たな、えっ、ー、と、テキスト、 えー、というイメージの、えー、とモデルがリリースされておりますので、えー、とそれについても少し、えー、今回触れたいなというような形で今回考えております。えー、とではですね、まあ、20分ぐらいちょっとお話しできれたらと思います。でえー、とまずですね、えーと、オープンインタープリッターなんですけども、えー、とこちらがですね、まあえーと、自然言語で指示を与えることでコードを書き、実行まで,で行ってくれるツールと。 いうことで、えっ、ー、と、まあ、LMM を使って、えっ、ー、とロー、まあ、特にローカル環境で、あの、まあ、コード作成から、コード実行までやるような、あのー、ツールになっております。で、実際ですね、最近、ちょっとバージョンが上がったせいなのか、とは思うんですけども、実際ですね、なんかオート GTP 的な挙動で、えっ、ー、と、結構ですね、あの、 あのまあ、結構ロバストに、えー、とコード実行をまあ何回も繰り返してくれたりとか、エラーが起こってもエラーが対処して実行してくれたりとかっていう、多、ま、少、あ、です、オート GTP 的な挙動を示すようなあーエージェント機能のツールですけども、まあ、そういうよう,なあのようなツールになっております。 で、この再、まあ利点としてはですね、えっ、ー、と、ローカル環境にこのツールを PIP でインストールしますで、えっ、ー、と、Python でも使えるんです。Python、の、えっ、ー、と、インタラクティブにも使えるんですけども、まあ、それだけじゃ、それだけじゃなくてですね、えっ、ー、と、ターミナル上で、えっ、ー、と、一応このインタープリッターの、えっ、ー、と、UI を出して、えっ、ー、と、 対話的に LLM が実行できるという形になっております。で、もう一つの利点としましては、もともとですね、あの、こういう機能がですね、OpenAI のコードインタープリターっていうのにあったんですけども、まあ、こちらはほぼ Python メインで R は使えないというのがあって、で、この Open インタープリターは結構この言語の壁があんまなくてですね、R も利用できますし、まあ、の言語も一応対応しているというような形になっています。 ただですね、えっと、モデルの方は、実際 GTP4 とか3をですね、バックエンド使ってますので、GTP のモデルを使う場合は、えっと、オープンエアの API を事前に登録する必要があります。えっと、これとは別にですね、もう一個でモデルが用意されてまして、一応ですね、コードラ r が一応、えっ、ー、と、まあ、インストールできて使えるようになっておりますので、 ねまあ、PC のスペックある程度必要なんですけども、一応オープンソースで無料で、っ、えー、とこう別のモデルも使えるようになってます。で、えー、とこちら両方切り替えて、えー、とモデル切り替えて使うという形になります。で、えー、と今回ですね、まあ、GTP4 の方のちょっとデモを簡単にしていければと思います。で、えー、とまあ全体的なし 感じとしては、まあ、コードインタープリターなんですけども、まあ、よりです、ね、オート o t あ g p t 的な挙動もしてくれるようなツールになっています。まあ、多少ですね、えーと、バグ多いんですけども、使用変更ちょっと多々多いんですけども、一応ですね、まあ、使い勝手としては、まあ、手軽に使える AMM なのかなという形で考えています。 で、えっ、ー、と、まあ、詳細についてはですね、えっ、ー、と、まあ、バグとか出た、まあ、実際にインストールから、あの、実際コード実行とか、えっ、ー、と、ブログ記事書いてますので、まあ、そちらに、えっ、ー、と、詳細はそちらということで、えっ、ー、と、今回はま、簡単な使用感のみですね、ちょっとご説明させていただければと思います。で、さっき動画撮ったので、これ。で、えっ、ー、と、こういう形でターミナル開いて、えっ、ー、と、 でインタープリッターっていうコマンドを実行していくんですけども、えー、とインタープリッター Y で、えー、と対話的なところに入って、そこで LM のプロンプトを実行していくという形ですね。この矢印、ダイナリンのところがプロンプトですね。で、今回ですと、まあ、R 言語で主成分分析のコードを示してくださいというのと,、えー、と、R コードも示してくださいということで、で R コードを で、主成分分析をのコードを書くように指示しています。そうすると、まあ、こういう形でですね、えー、とコードを書いていきます。で、まあ、実際、このあたりとかは、まあ、通常の LMM でコード生成するのと、あんまり変わらないような形なんですけども、えっ、ー、と、もう少し進んでいきますと、で、プロットも出てきて、えっ、ー、と、一応、コード完了しましたということで、一旦終わります。で、ここで、 一応、このコードを、えー、と実行してくださいって言ったら、さっき書いたコードが一応実行されてくる形です。で一応、これを、まあ、またチャンクで1個に書き直して、それを実行しますで。で、R の場合、パッケージイン,ーンインストール、ダウンロードインストールするときに、ミラーのサイトを指定しないといけなくて、普通にやるとミラー、 が指定されてないからと怒られるんですけども、これも一応怒られて、ただ、それでエラーで止まるわけじゃなくて、一応ですね、このミラーサーバーをですね、また別途指定してくれると。で、今指定したんですけども、で、指定して、で、もう一回インストール、実行してくれるような形ですね。で、パッケージに読み込みをして、で、 で、もう一回、主成分分析のところを走ら PR コンプのところを走らせて、サマリー出すところ。でただです、ね、で1回これ、実行が止まってるので、これ、コード生成のところなので、もう一回、もうすぐ下、1回コードが止まると思うので、これが、上がですね、コード実行じゃなくて、コード生成なので、もう一回コード実行してっていう形で、実行すると、さっき作ったコードが。 今度は実行文として、あの、何ですかね。えっ、ー、と、ジャンクの中の、セルの中の色が変わってると思うんですけども、まあ、で、そこが、色変わってるところが、えっ、ー、と、実行文で、たぶあの、白色のところが、ただの普通のコードのセルという意味で、えっ、ー、と、分かれてるという形です。で、これでインストールが走り出してっていう形で、まあ、まあ、 長いんで止めますけど一応インストールしながら、あ、これインストールないので、また別の、あの、このパッケージ見つからなかったので、別のパッケージを提案してくれて、そっちをインストールするとか、なんかそういう流れに、を、えっ、ー、と、考えてくれるという形ですね。だ結構時間かかるんですけども、一応まあこういう形で、まあ手軽にオート GPT 的なやつを、 使えるという感じです。で、最終的にこう、まあ、最後行くとですね、最後、まあ、この最後、えっ、ー、と、バイプロットとか、とかも、あとはバープロットとか、まあ、起用率のバープロットみたいなのが、出て、これをまあ、最後、画像として、これ PDF ですけど、PDF として保存するみたいな。で、ローカル保存とかまで、えっ、ー、と、まあ、できるような形です。 まあ、こういうツールが、まあ、ありますよという感じです。えっ、ー、と、簡単でしょうか。で、次に行きまして、えっ、ー、と、次がですね、えっ、ー、と、GTP4 with Vision という、GTPT v4 についてちょっと、えっと、触れさせていただければと,と思います。で、えっ、ー、と、これはですね、実際リリース、えっ、ー、と、発表があったのが9月の25日の未明ぐらいで、 えっと、そこでですね、えっ、ー、と、この GPT-OV、えー、をリリースしますとの発表があって、で、それ以降ですね、まあ、随時サブスクのユーザーに、えー、解放されていくというような形になっています。で、えっ、ー、と、機能としては、春先ぐらいに実際、あの、デモとかがあって、えっ、ー、と、そういう機能はあの開発中という話があったんですけども、今回、えっ、ー、と、 まあ実際に使えるように、ユーザーに使えるようになったという形ですね。で、えっ、ー、と、これテクニカルノートが出てまして、えー、とテクニカルノートが、これかな。テクニカルコード。はい。まあ、テクニカルノートがこれ出てまして、えっ、ー、と、えっ、ー、と、それにですね、まあ、一応ベンチマークとか一応載ってるという形です。 でえー、とこれやってるのはですね、一応ですね、まあ、GPT-4 のデフォルト版でこの機能が追加されたという形になります。で、ユーザーが入力した画像に対して、えー、と一緒にプロンプトを与えて、えー、と解析を指示する機能ということになります。で、実際、近い機能ではあったんですけども、この GPT-4V ではまあ画像解析機能がかなり強化されているという形になります。 で、使い方としては、これ、サブスクのユーザーですと、g p t 4のところがあって、デフォルトを選んで、で、ここの、プロンプトを入れるところの左側に画像を入れる。まあ、これ、ドロップで入れることもできますし、えっと、このアイコンを選んで、画像を選択して、アップロードするという形ですね。で、えっと、そもそものとこなんですけども、まあ、 そういうまあ異なるデータの、まあ、異なるタイプのデータを統合して、1つのモデ,ルに、えー、モデルで学習するというのをです、ね、あのマルチモーダル学習というように、えー、と一般的には呼ばれていまして、まあ、このようなマルチモーダル学習を使ったモデルではです、ね、まあ、異なるデータのモビリティから情報を利用してタスクを実行できるという形になります。 まあ、AI 系では結構メジャーな方法なんですけど、今回だと、基本テキストとまあ画像、なんか音声をできるっていう話もあるんですけども、まあ、基本テキストと画像を入力として、えーとまあ、テキスト生成を今回するというようなタスクのモデルになってます。 でえーとまあ、動画とか、他の数値データが使えるかっていうのは、ちょっとまだ情報がないらしいです。で、実際にこれど、どれぐらい使えそうかって、どれぐらいの性能なのかというのをですね、いくつか、あのバイオの画像で試しましたので、まあ、それについてお話しさせていただきます。 でえー、と最初ですね、えー、と電子顕微鏡画像の、これ、セムの画像なんですけれども、この画像認識を、えー、と試してみました。でえー、と画像の出展はです、ね、この長野県の教育センターのと電験画像がですね、ちょっと検索者出てきました、ね、こちら使わせていただきました。でかぼちゃの花粉の倍率が750倍の、えー、とセム画像ですね。 で、えー、とこういう画像ですね。で、これ画像アップロードして、えっ、ー、と、プロンプト一緒に与えます。で、これ、この電子顕微鏡画像に何が映っていますかっていうのをですね、えっ、ー、と、プロンプトとして与えると、一応、こう、これがですね、あの、えっ、ー、と、まあ、この電子顕微鏡で撮影されたものですっていうのはま、与えてるかあれなんですけど、一応具体的には、花粉っていう、えっ、ー、と、または微小な生物、うん の可能性が高いということで、えーとですね、一応です、ねまあ、画像認識的にこれは花粉というのがですね一発で分かっているという形ですね。で、まあ、いろいろ、まあ、説明をいろいろ書いてるんですけども、で、でここで,ですね、えっとまあ、よくあるのが何個写ってるかっていうのはまた別の課題になってくるんですけども。 さ、えっき、とまあの画像分類として、この画像が何かという課題で、まあ、この中に実際インスタンスが何個あるかっていうのが画像認識としては、えっと、別の課題になりますので、実際じゃあ次に対象物が何個写ってるかというのを別課題として与えてみます。まあ、そうすると、さっきの続きでプロンプトを与えると、まあ、入力画像を覚えてくれてて、一応さっきの画像中にはまあ5個写っていると。 で、まあ少なく、まあメイン、これ上を読むとですね、完全に写ってるのは対象物は1個で、で部分的に、えー、対象物を数えるとそこまで判断されてて、で4個写ってると、で、合計5個ですっていう。まあ確かに5個、1個、2個、3個、4個、まあここ写ってた5個かなと、まあ確かに5個ぐらい写ってそうだなという。まあこれはまあ怪しいですけど。<laughs> もうなんか、 まあ、インスタンスセグメンテーションもなんかやってくれるような感じです。えー、じゃあ、もう一個、じゃ質問してて、じゃ何の植物の花粉化までわかるのかというので、えっと、まあ、これはまあ知識と実際の画像解析の結果の証拠とか、まあ、そういうタスクになるかと思いますけども、まあ、そこはまだまだちょっと難しい感じがしまして、じゃ何の花粉かと。 あとは、可能性がある、まあ、植物をあげてと言ったら、まあ、一応上げてはくれるんですけども、まあ、キクカとツツジカとヤモ、ヤマモガシカ、まあ、みたいな、こういう植物の名前ができて、まあ、ただカボチャじゃないよねっていう。まあ、これぐらいの、まあ、要何か、画像の、まあ、内容、 内容というか何が映っているかっていうのはある程度判断できるんですけど、まあ、その種類とかまでいくと、さすがに、えっ、ー、と、まあ、判定が難しいといなんかそういうような性能かなと。いうようなものになってます、ね、で、次にですね、えっ、ー、と、傾向の画像も、傾向検挙の画像っていうのも与えてます。で、えっ、ー、と、こちらがですね、えっ、ー、と、まあ、細胞の 傾向画像で、この認識度合いというのを次に見てます。で、この画像の出展なんですけども、CIL っていうデータベースがありまして、で、そこから内皮細胞の画像を取ってきて入力にしてます。 で、えっ、ー、と、これはまあ、何の細胞かと、な、この数は何かというのを説明してくださいというのと、細胞種が分かればその候補を挙げてくださいという、まあ、さっきと似たような質問をしています。で、えっ、ー、と、一応まあ、ここら辺、候補は出てくるんですけども、まあ、なかなか難しいなと。で、一応まあ、細胞、この色が、 赤いところはおそらく細胞核で、シアのところは細胞質か細胞の構造ということで、まあ一応画像の認識はうまくできてるんですけども、まあ細胞の種類までになると、まあ結構やっぱ難しい。こ,のまあ、結構これだけ見てわかる人も結構少ないかもしれないですけど、やっぱ画像から細胞子を判断するっていうのはまだ難しそうかなという形です。 で、あとですね、まあ、光ってるところが分かってるので、これ何の色素とかマーカー使ってるか分かるのかと思って、一応、まあ、質問してみたんですけども、でまあ、この画像から、あの、細胞マーカーとか、えっ、ー、と、核染色の処理分かりますかと。で、一応ですね、まあ、分からんと。<laughs> 特定するのは難しいんだけど、一応、まあ、一般的な情報ということで、えっ、ー、と、まあ、ここは、まあ、l m、MM、m でうまく、 補正してる、えー、とこかと思うんですけども。で、核戦にはこれ使ってますよね。なんか、ま、ダピカテキスト使ってて、ま、視野の部分は細胞構造で、なんか、アクチンとかそういうのを止,止めてるんじゃないかみたいな、まあ、ところまでは答えてくれますので、まあ、い、まあ、画像で判断難しいところは、ま、一般的に LMF で保管してるような、えー、感じ。えー、で、 えっと、このモデルは作られてるな、というのがわかるかと思います。あと、もう何個かあってですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、次、これが、えっ、ー、と、レポートにあった、えっ、ー、と、ベンチマークのとこなんですけども、まあ、こういう細胞分化の模式図を与えて、えっ、ー、と、これをですね、説明してください、みたいなですね。えっ、ー、と、こういうのがですね、レポートの中のベンチマークでありましたので、 えっと、ですのでまあ、これは、まあ、画像認識と、まあ、こういう、えー、概要のテキスト生成をやるという形のタスクかと思います。で、えっ、ー、と、私、最初にですね、まず日本語でやってみたんですけども、画像をアップロードしてですね、 えとこの画像について専門的に説明してくださいという形で、えっ、ー、と、日本語で、えー、プロンプトを打ちますと、やはりこれ結構多分難しいタスクなのか、えっ、ー、と、途中でやっぱ止まっています。日本語だと途中で止まって、ちょうまくですね、えっ、ー、と、説明体は結構合ってると思うんですけども。 えっと、血液細胞の分化過程で、まあいろいろ、こういう細胞がいます。ただ途中で、えっ、ー、と、止まっちゃいます。あの、こう、うまく生成できないと止まっちゃうんですけど、日本語だと結構まだ難しいのかなという、こういうちょっと複雑な模式図とかの説明はちょっと難しいかなというような形です。で、一方ですね、英語で打つと結構安定的に速かったりします。で、こっか英語で、 こういう形でこのプロンプル打つと、まあ、止まらずに全部、サラサラサラと説明してくれるという形ですね。で、出力も、日本語はかなりおす、なんかやられた方がいたらあれ、わかると思うんですけども、かなり遅いです。もうび,びっくりするほど遅くて、あの、なんか、ぽつぽつぽつとしか文字が出てこないです英語は結構、 あの、早いかな、早い。なんか単語をずすりなんで、早いかどうかあれなんですけども、一応なんか体感的には英語の方が早いかなと、断然思います。あともう一個最後にですね、えっと、これタンパク質の、このインフサのバイオ系の画像を入れてみて、どうかっていうのを見てみたんですけど次、まあタンパク質の立体構造の画像を入れたらどうなるかっていうのを試してます。 で、えっ、ー、と、これ PDB のファイルの画像。まあ、PDB のファイルというか、ファイルの可視化した画像をそのまま入力にしてるんですけども。えっ、ー、と、入力してるのは EGFP の画像。こうやつですね。こうやつを、えー、と入力にして、この画像は何かというのを聞いてます。で、画像は、まあ、タンパク質の立体。 三次元構造のリボンモデルと。で、なんかこういう構造ありますねと。で、色で区別してますと。いうところまでは、まあ、分かってくれると。ただ、やはりこれは何のタンパク質かとか、何と、これ一応ですね、ナノボディと EGFP のコンプレックスなんですけども、何と何がコンプレックスなのかっていうようなことまではやはりわからないという形みたいです。 えーですので、やっぱりこう、まあタン、入力されたのがタンパク質の立体構造だと分かるんですけども、やっぱりその画像だけで何のタンパク質かまでは判断難しいという形みたいです。はい。じゃ最後ちょっと3分ぐらい、三分ぐらいあれば。えっ、ー、と、最後ですね、えっ、ー、と、DALI3 っていうですね、えー、と新しい画像生成。 テキスト2イメージのモデルがリリースされましたので、それ簡単に触れられたらと思います。で、えっ、ー、と、前のモデルがですね、DARI2 っていうのがあって、まあ、これの進化バージョンの、うん、テキスト2イメージのモデルが DARI3 という形です。えっ、ー、と、テキスト2イメージって書いてるんですけども、なんかですね、イメージ2イメージ的な画像,画像変化みたいなのも、 こういうことも一応できたりですね、あとバリエーションを変えたりとかっていうのもあの全部できるようになっています。で、えっ、ー、と、昔は別の UI があったりとか API で使ってたんですけども、この DALI3 については ChatGTP の UI 上にもう一個項目がですね、えー、DALI3 の項目が増えて、そこで実行するというような形で、 で、今、運用されています。で、えっ、ー、と、ほんと簡単なんですけども。で、で、実際ですね、だ前のモデル、ダリ2っていうのは全然使えなくて、ほんまにあのしょぼかったんですけども。で、なので、あの、他の、うーんミッドジャーニーとか、ステーブルディフュージョンとかが結構メジャーで使われて、他の、まあ、それの圧縮的なモデルが結構使われてたんですけども、かなりこのダリ3になって、 結構ロバストになってますし、なんかディテール、かなりあの性能良くなってて、あとお、なんか使い勝手はかなり良くなってます。えっ、ー、と、あとですね、えっ、ー、と、サブス普通画像生成って別途有料だったりするんですけども、<laughs> ダリスリーはチャット GTB のサブスクで使えるので、ちょっとなんか追加料金なく今のところ使えるっていうのが。 一つメリットかなと。あと、テキストでやるときに、えっ、ー、と、一応メモリとして前の情報も先ほど、えっ、ー、と、解析でお話しされたように、えっと、チャットとして、えっ、ー、と、会話履歴として、えー、と画像も残るので、えっ、ー、と、結構細かい編集とかが、えっ、ー、と、UI 上でやりやすいと。えー、と途中では、まあ、背景透明にしたりとかですね、テキスト入れたりとか、画風変えたりとかっていうのが、 一応メモリに画像がもう保持されているので、結構やりやすかったりとかはしますでえ。で、結構ですね、なんか UI 上でできるっていう多分 LMS と,、えー、とこの画像生成を、だから両方使って、まあまあ、画像生成したりとか、画像変換したりというような使い方なので、 他の画像生成モデル単独よりかかなりなんか使い勝手も良くなっているというような印象です。で、えっ、ー、と、ま、これ一個だけ貼り付けたんですけど、こういうような形で、えっ、ー、と、これヘックスとかをイメージして作ったんですけど、かなりなんか、あの、綺麗な画像ができますし、これ後ろはあの、透明になってる、あの、背景透明になってるんですけども、 1>, で1回画像を作って、背景だけ消すっていうのも結構簡単に、えーと。複数枚生成されたうちの何枚目かを指定して、えー、とその背景を透明にするとかって、LMM の要素と画像生成の要素、まあ、これ画像変換とか、そういう要素がなんか,なんかごちゃ混ぜになって、すごく使いやすくなってるなというような印象のツールです。 まあですので、まあ、R のパッケージのヘックスロゴも簡単にできますよという話ですね。